あれ、なんで私の荷物が。私が仕事から帰ってくると、部屋にある荷物がなくなっていたのだ。一体これはどういうことなのだろうか。私が呆然としていると、息子嫁が後ろから声をかけてきた。掃除が苦手なようだから、私がきれいにしてあげたわ。ま、一番掃除したいのは、目の前にいるあんたなんだけどね。そう言って高笑いをする息子嫁。私はもう我慢の限界だった。息子に黙っていてほしいと言われたとはいえ、これ以上息子嫁とは一緒に暮らせない。それなら出ていくわ。まあ、これからどうなっても知らないけどね。私はのぞみ、58歳の主婦だ。30年以上連れ添った夫が病気で倒れてしまい、現在は一人で生活をしている。夫は重い病気で入院となってしまい、それから私は毎日お見舞いに通っている。毎日来てくれてありがとな。お前が俺の妻でよかったよ。何を言ってるんですか。そんな感謝の気持ちを告げてくるなんて、らしくないですよ。らしくないか。今までは亭主関白って感じだったからな。確かにそう言われてもおかしくないかもな。夫は昭和の考え方が残っている人で、今の時代だと若者から疎まれるようなタイプではあった。きっと現代で夫が女性と結婚生活を送ったら、速攻で別れを切り出されるだろう。だけれど私は昔の考え方にも慣れていたし、それに夫が私のことを本気で大事に思ってくれていることも、ちゃんと分かっていた。だから、今では理不尽だと思われることを言われたりされたりしても、私はそこまで気にならなかった。夫の言うことだから従うし、ついていくという家臣に近い感覚だったと思う。そして私に対して、感謝の気持ちを言うようなことは本当に珍しくて、それは夫の容態があまり良くないのだと悟った。そろそろかもしれない。夫は決してそういうことは言わないが、私には分かっていた。私はすぐに息子の正人に連絡をした。正人は私と夫の一人息子で、現在27歳の会社員だ。大学を卒業して社会人になったタイミングで家を出ており、自立してからもう気がつけば5年の月日が経っている。息子はあまり実家に帰省してくることがなく、正月でさえも帰ってこない年もあった。だから夫が亡くなる前に一度ちゃんと見舞いに来てほしいと思ったのだ。私が連絡をしても、なかなか息子からの返事は来なかった。何度か連絡をしてようやく返事が返ってきた。そして、今度の週末にやっと見舞いに来てくれることになった。おう。マサト、久しぶりだな。父さん、大丈夫？今のところはな。だけど来てくれてありがとう。もしかしたら、会えずにお別れになるかもしれなかったよ。そう、そんなこと言わないでくれよ。夫が珍しい発言をするので、さすがに息子も動揺していた。その日は息子はずっと一緒に病室にいてくれて、私と一緒に実家に帰ってくれた。この家に帰ってくるのも久しぶりだな。なんだかんだで1年半ぶりよ。そんなに経ってたのか。ええ、だからお父さんのお見舞いにも一度でいいから来てほしかったの。そっか、ごめんね。なかなか帰省できていなくて。まあ、忙しいなら仕方ないわよ。あなたが元気でいてくれるだけで十分だから。息子はあまり帰省していなかったことを反省したようで、それからは2週に1回くらいのペースで夫の見舞いに来てくれるようになった。そしてそれから2ヶ月ほど経った頃、夫は容態が悪化して息を引き取ってしまった。私は最後に立ち会うことができて本当によかった。息子は仕事があって立ち会えなかったが、葬儀の準備や手配を率先して手伝ってくれた。人望の厚かった夫の葬儀には、たくさんの人が参列してくれた。
みんなでしっかりと夫を見送ることができてよかったと思う。そんな中、葬儀を終えた後に息子がとある女性と一緒に私に話しかけてきた。母さん、こんな時になんだけど紹介したい人がいるんだ。え？こちら今付き合ってる女性のゆか。どうも初めまして、ゆかと言います。どうも初めまして。息子の隣にいたのは綺麗でスラッとした女性だった。俺たちもう2年くらい交際を続けていてさ、そろそろ結婚しようと思ってるんだよね。え？結婚？なんと私はいきなり息子から結婚の報告を受けたのだった。本当はもっと違うタイミングに実家に顔を出すべきなんだけど、ゆかが葬儀に参列したいって言ったから連れてきたんだ。そうだったのね。私はまだ結婚していないのに、交際相手の親の葬儀に来たいと言ってくれるなんて、優しい女性だなと思った。また改めて連絡するけど、とりあえずの報告としてね。ええ、わかったわ。そう言って息子とゆかさんは帰っていった。私はまさか結婚の報告を受けるとは思わずびっくりした。夫を失った悲しさと、息子の幸せの喜びとが混ざって少し複雑な気持ちにもなった。それから3週間ほど経ってから、息子は再度ゆかさんを連れてきて挨拶をした。二人は合コンで出会ったらしく、年齢も同い年だそうだ。この家すごく大きいですね。そうね、確かに広さはあるかもしれないわね。亡くなったお父様はどんなお仕事をされていたんですか？お母様はお仕事されてるんですか？主人は銀行員をしていたわ。私は特に仕事はしていなくて、専業主婦をしていたわ。そうなんですね。これから働く予定とかあるんですか？ゆかさんはやたらと質問をしてきた。なんだか私が面接を受けているようなそんな感じだ。そうね。夫が亡くなって一人だし、仕事をしようかしら。それは前々から考えていたことだった。家にずっと一人でいたらきっとどんどん心が寂しくなってくるというか、コミュニケーション不足でボケてくるんじゃないかと思った。そのため近くのスーパーとかで働こうと考えている。なるほど、そうですか。ありがとうございます。私はなんとなく、ゆかさんの表情が冷たくなったのを感じた。だが息子は普通にしながら話しているので、気のせいだと思うようにした。それから少しして、両家の顔合わせが行われた。ゆかさんのご両親はとても優しい人たちで、つい最近夫を亡くした私のことを励ましてくれた。私たちに協力できることがあれば、何でも言ってくださいね。ありがとうございます。だがゆかさんは冗談なのか、こんなことを笑いながら言ってきた。私の親が優しいからって、お金を要求するようなことはしないでくださいね。え？いやいや、そんなことはしないけど。こら、ゆか、何を言ってるんだ。そうよ、失礼でしょ。私はお母さんたちのことを心配して言っただけよ。家族になったとしても、そういうところはしっかりしないと。もっともな意見なのかもしれないが、それでも今そんなことを言うのは失礼だろう。私は果たして彼女が息子の結婚相手としてふさわしいのか少し疑問に思った。でも選ぶのは息子だ。私が何か文句をつける権利はない。だから特に何も言わずに様子を見守ることにした。それから息子とゆかさんは結婚式を挙げた。結婚式はものすごく豪華で私は驚いた。今の子たちはこういう派手な式を挙げるのが普通なのかと思ったが、たまたま新婦側の友人たちらしき人の会話が聞こえてきた。その時に友人たちは、こんな派手で豪華な結婚式を挙げるなんてすごいね、と言っていた。だから息子とゆかさんの結婚式は、現代においても結構派手というかかなり豪華で珍しいのだろう。でも素敵な結婚式ではあったので、
本人たちもいい思い出を作れたのではないだろうか。息子の結婚式も終わり、私は日常に戻った。そしてこの前宣言していたように、私はバイトを始めることにした。私は家の近くのスーパーで働き始めた。徒歩で通えるし、慣れ親しんだお店でもあるから物の配置だって覚えている。思っていた通り、私はまるでここに住んでいたかのように普通に動けていた。品出しとかは教わらなくても余裕でできて、先輩の人から褒められた。すぐに仕事にも慣れていき、私はとても楽しく働くことができた。一緒に働いている人たちも優しい人たちが多く、休憩中とかの会話も楽しい。そして、そうやって職場の人たちとコミュニケーションをとっているおかげで、一人で暮らしていてもそこまで寂しくならずに済んだ。そんな生活を始めて気がつけば一年が経っていた。私自身の生活は全く問題ないどころか、充実した日々を過ごせていた。だが、息子夫婦の生活はあまりうまくいっていなかったようだ。ある日、息子が私の家を訪ねてきた。あら、マサト、久しぶりね。今日は一体どうしたの？実はちょっとお願いがあって。え、家を建てる頭金を出してほしい。うん、ユカと家を建てようって話をしてたんだけど、思いのほか高額になっちゃって。そうなのね。月々のローンは頑張って支払えそうなんだけど、その前の頭金がちょっと用意するのが難しくて。こんなことお願いするのは間違っていると思うんだけど、できれば数百万ほど助けてくれないかな。わかったわ。それくらいなら出してあげるわ。本当。ありがとう、母さん。私は大事な息子のためなら、全然お金を出してあげても構わないと思っていた。だが息子嫁がここに来ていないことが気になった。ユカさんは相談に来ないのね。ああ、ユカはちょっと都合がつかなくて。そうなの。働いているわけでもないんでしょう。お金のことの相談というなら、やっぱり夫婦で来るべきだと思うけど。ごめん。お金のことは、あまりユカには言わないようにしてるんだ。ユカに金銭面で心配をかけたくなくて。そっか。まああなたたちの夫婦のあり方に文句は言わないけれど、抱え込まないようにしなさいよ。ああ、ありがとう。私は息子のことが少し心配になった。あの結婚式のこととかも考えると、息子嫁は結構贅沢をしたがるタイプなのだと思う。ステータスを異常に気にする着飾るタイプだ。そういう嫁は相当お金がかかるだろう。息子はいい企業で働いているからそれなりに稼ぎはあるだろうけど、それも底なしの欲の前ではあっという間に飲み込まれてしまうだろう。それから息子夫婦は家を建てた。出来上がった家はものすごく豪華で立派な家だった。私は完成した後に招待されて行ったのだが、その立派さに驚いた。ものすごくいい家ね。まあ、一生住む家と考えたら、これくらいの家を建ててもいいかなって思って。お母さんは初めてこんな立派な家に住むんじゃないですか。実家は広いですけど、もう古いですもんね。ええ、そうね。若くしてこんな立派な家に住めるあなたたちはすごいわ。私はなんとなく馬鹿にされている気がしたので、適当に褒めて息子嫁におとなしくなってもらおうと思った。息子夫婦が住む新居はとても素敵だったが、それでも私はお金のことが心配になった。果たして息子はちゃんとローンを支払えているのだろうか。もしかしてかなりきつい状態なのではないだろうか。そしてその不安は当たった。息子はある日私に助けを求めてきた。母さん、ちょっといい？どうしたの？実はローンの支払いがきつくて。生活費とかも考えるとかなり大変なんだ。それで、母さんにお金の援助をしてもらえないかな。マサト、それは構わないけれど、
ちゃんとゆかさんと話し合った。夫婦としてそういうことは話し合わないと。身の丈に合った生活をするように、夫婦で価値観を合わせることは大事よ。そう、そんなこと言われても、ゆかは贅沢をすることを生きがいにしてるんだ。家だってすごくいい家に住みたがっていたし、そうじゃないと俺は彼女を止められない。そんなこと言っても、無理をし続けたら限界が来るわよ。母さん、俺を見捨てないでくれよ。親として助けてくれよ。そ、そうだ。母さんに同居してもらうのはどうだ。え？三人で暮らせば、母さんだって新居でいい暮らしができるしいいだろ。私は少し心が揺らいだ。いくら仕事場でいろんな人とコミュニケーションが取れると言っても、なんだかんだ一人で暮らすのは寂しかった。それに息子と一緒に住めれば、息子が無理をしていないかわかるし、私が止めることもできる。でもゆかさんは私との同居なんて望んでないでしょう。そう、それは適当な理由をつけて同居を許可してもらうよ。私は無理じゃないかと思いながらも、息子の提案に乗ることにした。それじゃあ、ゆかさんが許可したら一緒に暮らしましょう。わかった。ありがとう。まあどうせ無理だろうな。そう思っていたので特に同居のことについては考えていなかった。だがそれからすぐに息子から同居が決まったという連絡が来た。まさか決まるとは思っていなかったので私は驚いた。だが決まったのならそれはそれでいい。私は荷物を持って息子夫婦の家に引っ越した。母さん、これからよろしくな。ええ、ゆかさんもよろしくね。はい。あれ、息子嫁はすごく機嫌が悪そうだった。私はすぐに息子にちゃんと話し合ったのか聞いた。すると息子は驚きの発言をした。母さんが足腰を悪くしていて、介護がおいおい必要になるから同居してほしいって頼んできたことになってるんだ。ええ、何それ。ごめん、あと頭金は出してもらっていることも話して無理やり納得してもらった。それじゃあかなり気まずいじゃない。ま、まあそこはうまくやってよ。ええ、私は息子がちゃんと説明していなかったことを知り驚愕した。道理で息子嫁が不機嫌なわけだ。自分に落ち度がないと思っているのだから当然だろう。まあそれにしても態度に出しすぎだが。それから息子夫婦との同居生活が始まったのだが、息子嫁の態度は相変わらず冷たかった。私が話しかけても基本的に返事をしない。必要なことだけは言ってくるが、全然会話をしてくれなかった。そのため、私は家にいるのが苦痛でバイトを増やすようになった。するとある日、息子嫁は私に怖い顔で怒ってきた。いつもどこをほっつき歩いてるんですか？家事もしない上に、遊んでお金を使って本当に迷惑なんですけど。さすがにこれは誤解を解かないといけないと思った。私は遊んでなんかいないわ。バイトをしてるのよ。え、バイト。一体何のバイトをしてるんですか？スーパーで働いてるのよ。はあ、ちょっとやめてくださいよ。こんな立派な家に住んでるのに、同居してる姑がスーパーでバイトしてるなんて恥ずかしいじゃないですか。え、恥ずかしいってどういうこと？ですから、お金がないと周りに思われてしまうじゃないですか。うちは旦那の給料だけでこんな裕福な暮らしができているってことを、ちゃんと周りにも分かってもらっていないとダメですよ。なんだそれ。あの、ゆかさん。前々から思ってたけど、あなたはちょっと周りからの評価を気にしすぎじゃないかしら。誰もそこまであなたに興味はないわよ。私がスーパーで働いていたって、みんな不運としか思わないでしょ。私は諭すようにそう言ったのだが、息子嫁の逆鱗に触れたらしい。居候のくせに何説教をしてるんですか？
この家ではお母さんが一番立場が弱いってこと分かってますか？立場が弱いって、そんな言い方。とにかくあなたには発言権なんてないんですから。この家に居続けたいなら逆らわないでください。そんな。息子嫁はそう言って部屋に入って行ってしまった。さすがに言い過ぎたかな。でもそれ以上に向こうもひどいことを言ってきた。だがそれからというもの、息子嫁は私のことを無視してきた。いくら話しかけても何にも返事を返してこない。ずっと無視をしている。私はさすがに参ってしまった。そしてそんな中、息子からこんな相談を受けた。ごめん母さん、実は俺給料が減っちゃってローンが支払えない状態になってるんだ。ええ、それは大変じゃない。だから落ち着くまではローンを支払ってもらえないかな。え、こんな状況だってことをユカには言えないからさ。マサト、それはダメよ。ちゃんと言わないと本当に大変なことになるわよ。いやでもまた給料が上がるかもしれないからさ。その時はまた俺がローンを支払うからお願い。ユカには黙ったままローンの支払いをしてほしいんだ。はあ、仕方ないわね。こうして私は毎月20万のローンを息子の代わりに支払うことになった。それならユカさんに私と会話をするよう言ってくれる？ユカさんずっと私のことを避けているのよ。ああ、わかった。一応言ってみる。一応って。私は呆れながらも息子が何とかしてくれることを信じた。だがそれからも息子嫁は私と全然会話をしてくれなかった。息子はちゃんと伝えていると言っていたが、状況は全然変わっていない。息子嫁が相当私を嫌っているのか。毎月私がこの新居のローンを支払っているというのに、そうやって嫌われることは辛いな。そう思いながら気がつけばあっという間に1年が過ぎた。だが1年が経っても息子嫁は私のことを無視し続けていた。私ももはや諦めていて、向こうから話しかけてきたら話すようにしようと心に決めていた。そして息子は全然給料が上がらず、ローンは私が払い続けている。そんな中、息子嫁が妊娠をした。私は孫が誕生することがすごく嬉しかった。だがこのことでとんでもないことがあった。それはある日のこと。あれ、なんで私の荷物が。私が仕事から帰ってくると、部屋にある荷物がなくなっていたのだ。一体これはどういうことなのだろうか。私が呆然としていると、息子嫁が後ろから声をかけてきた。掃除が苦手なようだから、私がきれいにしてあげたわ。ま、一番掃除したいのは、目の前にいるあんたなんだけどね。そう言って高笑いをする息子嫁。久しぶりに息子嫁と会話をした気がする。どうしてそんなことを言うの？だってこれから子供が生まれるのよ。お母さんがいるだけで部屋が減っちゃうじゃない。それに無駄に生活費がかかるし、本当に迷惑なのよね。私はもう我慢の限界だった。息子に黙っていてほしいと言われたとはいえ、これ以上息子嫁とは一緒に暮らせない。それなら出ていくわ。まあ、これからどうなっても知らないけどね。私がそう言うと息子嫁はプッと吹き出した。何にも変わらないどころか、私たちの生活はさらに楽になるだけよ。さっさと出て行って。私はそう言われたので荷物をまとめて出て行った。引っ越し先は決まっていないので、一旦ビジネスホテルを借りて宿泊をすることに。すると案の定息子から電話がかかってきた。母さん、どうしていなくなったんだよ。そりゃ、ユカさんに追い出されたからね。そんな。
これから子供が生まれるって時に母さんがお金を出してくれなかったら困るよ。あんたもいい加減にしなさい。私を頼るのはもうやめて。自分の現状を話してゆかさんにも理解してもらいなさい。私はそう言って電話を切った。それから数時間後、今度は息子嫁から電話がかかってきた。お母さん、どうして教えてくれなかったんですか？この家のローンを夫の代わりに支払ってるって本当ですか？ええ、そうよ。そんな、でもスーパーのバイトの給料なんかじゃ無理じゃないですか？私はね、もともと株式投資で月に100万ほどの収入があるんだよ。え？だから、あなたたちの新居のローンを支払うこともできたんだよ。まあ、一緒に暮らしていた時にあなたにこのことを言っても、信用してもらえなかっただろうけど。でももう手遅れよ。私はずっとひどい態度を取ってくるあなたに、うんざりしていたの。そして、いつまでも私に甘えて都合よく利用してくる息子にもね。新居は売れば少しくらいの赤字で済むでしょう。あなたも働いて夫婦二人で支え合いなさい。私のことはもう頼らないでちょうだい。そんな。お母さん、謝りますから助けてください。息子嫁はそう言って泣き崩れていたが、私は無視をして電話を切った。そして息子夫婦の電話を着信拒否にした。私はこれまで何度理不尽な目に遭っても耐えてきた。だがもう限界だ。あとは自分たちで何とかしてほしい。結局、息子夫婦は私の言う通り新居を手放して、今度は息子嫁の実家で同居を始めたらしい。だが義両親はかなりお金に厳しい人だったらしく、息子嫁は監視をされて無駄遣いを制限されていて、息子も借金を返すために必死になって働いているそうだ。義両親は息子の腐った根性も叩き直してくれているらしく、たまに私に近況報告をしてくれる。私は迷惑をかけて申し訳ないと謝り、ビシバシ鍛えてやってほしいとお願いをした。これで息子が改心してくれればいいが。そして私は単身用のマンションを借りて、現在はつつましい生活を送っている。スーパーの仕事は相変わらず続けており、楽しく働けている。最近はいろんな習い事などに興味が出てきているので、休みの日などに体験教室などに通って、趣味を見つけようかなと思っている。え、今なんて言ったの？だからお前とは離婚してこの家ももらったから。もう日本に帰ってこなくていいよ。そう言って高笑いをあげる夫。私を出し抜いたつもりなのだろうか。私は何も知らない夫が滑稽でおかしかったが、笑いをこらえながらこう言ってやった。そう、わかったわ。では、ごきげんよう。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して3年になる。私たちの出会いは婚活パーティで、一番印象が良かったのが彼だった。私はずっと仕事に打ち込んできた人生で、そのため恋愛はおろそかになっていた。だから30歳の時に私は、友人に勧められて婚活パーティに参加したのだ。夫は一般企業に勤めるサラリーマンで、私より2歳か。参加者の中で一番コミュニケーション能力が高くて、真面目そうな雰囲気だったので、私は彼と連絡先を交換して会うようになったのだ。そして交際がスタートし、1年後には私たちは同棲を開始した。結婚を前提に婚活パーティに参加したので、やっぱりまずは一緒に暮らしてみないとと思ったのだ。それに私はいつも仕事が夜遅くまであって、会えるのは土日のみだったので、帰ったらいつでも彼と会える状況というのはとても嬉しかった。その後、1年ほど同棲での生活を経て私たちは結婚。同棲生活では特に大きな問題は起きなかったし、
めちゃくちゃ気になるところがあったわけでもないので、私は安心して結婚に踏み切ったのだ。それから3年、今のところ平和に夫婦生活を送ることができている。もちろん多少は不満に思ったり、嫌だなと思うところもあるが、それは人間関係では必ずつきまとうことだし、すべてが自分の思い通りにいくことはないから、妥協点を持てる余裕は持ち合わせていないといけないだろう。だがそれでも耐えられない出来事が今回私の身に起きた。きっかけは義父が亡くなったこと。義母を一人にするのは心配だと言い、夫が義母と同居したいと言い出したのだ。私は夫からいきなりそのような提案をされて悩んだ。確かに高齢の義母を一人にしておくのが心配な気持ちはわかる。だが同居となると、生活スタイルが合うかとか、そもそも義母とうまくやれるのか不安になってしまう。私はお母さんの家の近くに引っ越すとかじゃダメなの？と聞いたのだが、夫はそんな回りくどいことしないで、一緒に住もうよ、と言って、私の意見は却下された。この時はさすがにちょっと夫に不信感を抱いたが、それでも3年も結婚生活を続けてきて、それなりに幸せな日々を過ごしてきたので、とりあえずは夫の言うことを聞いて従うことにした。それに義母の印象もそこまで悪くはなかった。この3年の間、義実家には盆や正月などに顔を出していたのだが、義母から嫁いびりを受けた経験とかはなかったので、私は何とかなるかと自分を納得させることに。そして義母が義実家を売って私たちの家にやってきた。マサト、のぞみさんありがとうね。今日からよろしくね。義母が丁寧に感謝の気持ちを言ってくれた。今日はお祝いだし寿司でも取ろうか。夫がそう言って出前を取り、みんなで美味しく寿司を食べた。食事中も3人で楽しく会話をすることができたので、これなら同居生活も平和に過ごせそうだなと思った。実際、最初のうちは義母も優しくて、良好な関係を築けていた。だが同居生活が始まってから1ヶ月ほどが経った頃、義母の態度がだんだんと変化していった。のぞみさん、ちょっといいかしら。お母さん、どうしました？あなた、もう少し家事を丁寧にできないのかしら。え？見てて気になるのよね。どういうところが気になるのでしょうか？まず洗い物が雑だし、料理も味付けが適当よね。はあ。私は仕事を忙しくしながらも、家事は頑張ってきた方だと思っていた。でもそれが義母が要求するレベルに達していなかったのかもしれない。夫からは特に不満を言われたことがなかったので、私は義母からの指摘にびっくりした。確かに晩ご飯は朝のうちにパパッと作って、夜に温められるようにしてることが多いから味付けは雑かもしれない。でも夜帰ってくるのが遅いから仕方のないことだとも思う。それに帰宅時間が遅いから、お風呂に入る時間とか考えると、食事を済ませたらすぐに食器を洗って、明日の準備とかそういう方に気を回さないといけない。義母はそういう私の事情をあまり考えてはいないのだろう。でもだからといって、せっかく良くなってほしいと思って苦言を呈してくれた義母の意見を無視するわけにもいかない。だから私はできる限り義母が納得がいくレベルになるように努力した。今まで温めるだけでいいようにしていたものも、食材を切るだけにして帰ってきてから火を通すようにしたし、洗い物も丁寧にやった。その分、寝る時間が遅くなって少し辛かったけれど、同居生活をうまく活かせるためだと思い、頑張った。だがそれでも義母は私の家事に文句をつけてきた。なんだか地味な料理ばかりね。お母さんの好みに合わせて和食をいつも作ってるのですが。あら、私が悪いって言うの？いえ、そういうわけでは。
もっと洋食とか中華とかバリエーションを豊かにしてちょうだい。わかりました。それなら義母が晩ご飯を作ってくれればいいのにと思ってしまう。義母は別に体調が悪いとか介護が必要だから同居をしているわけではない。至って元気だし、週末は普通に友人とランチに行ってきたり、平日の日中も習い事とかをしているほど活動的だ。だからそこまで私の家事に文句をつけるというなら義母にやってほしい。それからも義母は私に厳しく当たってきた。洗濯物がこんなに溜まってるじゃないのよ。あなたって本当にズボラな嫁ね。部屋が汚れてるわよ。窓もちゃんと拭いてきれいにしなさい。窓枠も汚れてるわ。私に汚い部屋に住めって言うの。義母の私への口調はどんどんきつくなっていき、最近は私を罵倒してくるまでになった。あなたってどうしてそんなに容量が悪いのかしら。使えない嫁をもらってマサトがかわいそうだわ。顔も地味でパッとしないし、30歳超えても結婚できなかったのがわかるわ。 W 家事について文句を言ってくることは100歩譲って許そう。だが私自身をこうやって悪く言うのは違うと思う。そして腹立たしいのは、夫が全く私のことをかばってくれないことだ。義母が食事の時とかにぐちぐちと私に文句を言ってきても、夫は義母を注意してくれないし、話に入ろうともしない。でもさすがに最近は義母の私への悪口がひどいので、私は夫に義母に注意してほしいとお願いをした。あなたも気づいていると思うけど、お母さんの私への態度ひどいと思わない？あなたからお母さんに私への接し方をもう少し優しくするように言ってくれないかしら。私がそのように言うと夫はすごく嫌そうな顔をした。え、なんでだよ。俺は関係ないだろ。いや、関係ないってことはないでしょ。あなたのお母さんなのよ。嫁と姑がうまくいってないなら、夫が間に入って助けてくれてもいいと思うんだけど。だからそれは嫁と姑の問題であって俺には関係ないだろ。そんな。だいたい母さんの要求するレベルにお前が達していないのが悪いんじゃないか。自分の未熟さを棚に上げて俺に責任を押し付けようなんてせこいぞ。どうしてそんな言い方をするの？私はすごく困っているっていうのに。そもそもお母さんは元気なんだから、家事をもっとしてくれてもいいのに。はあ？母さんに嫁の仕事を押し付けるっていうのか？よ、嫁の仕事。そうだろ。家事ってのは嫁がやるもんだろうが、それを母さんにやらせようだなんて俺は許さないぞ。私はびっくりして目が点になってしまった。まさか夫がこんな考え方の持ち主だったとは。今までも確かに私が家事をやってきた。夫は私が自分のできる範囲で家事をしていたことに文句を言ってこなかったから、私もストレスなく家事と仕事を両立することができていた。だから夫がこのような亭主関白のような気質があったことに、すぐに気づけなかったのだ。義母が来て、いちいち細かく言われるようになり、面倒な嫁いびりが始まって困った時に助けてくれないなんてひどすぎる。私は一気に夫に対して不信感を募らせた。そして夫も今回の喧嘩を機に、私に対して敵意をむき出しにしてくるようになった。のぞみさん、あなたまた和食を作ったの？地味な料理はやめてって言ったでしょ。おいのぞみ、母さんの言う通りだぞ。すぐに作り直せ。2対1の状況になり、私は精神的に参っていた。さらには義母は最近は孫を早く産めと私にしつこく言ってきていた。あんたはもうババアなんだから早く子供を産め。結婚して3年も経っているのに一人も産めないなんて、体がおかしいんじゃないのかい？義母の心ない言葉にどんどんストレスは溜まっていき、
お前がいるから子供が生まれないんだろうという考えまでよぎってしまう。そして夫も同じように私に、子供ができないのは私のせいだと義母に便乗して言ってきた。どうしてそんな風に私を存在に扱ってくるのだろうか。自分たちがどれだけ偉いと思っているのだ。私の中でこいつらはもう完全に悪と化していた。そしてそんな中、私のもとに1年間ほどの海外転勤の話が舞い込んできた。私は1年ほどあの家から離れられて、しかもキャリアを積むいい機会をもらえたことに喜んだ。だが私が海外転勤の件について夫と義母に話すと猛反対をされた。1年も家を空けるなんて許さないぞ。そうよ、その間の家事は誰がするのよ。それはお母さんがやればよいじゃないですか。働かずにずっと家にいるんですから。はあ、嫁のくせに何私に命令してるのかしら。おいのぞみ、母さんに謝れ。そしてその無礼な態度を改めろ。いい加減にしてちょうだい。私はあなたたちの奴隷ではないの。いい大人なんだから自分たちで生活をして。私はもう遠慮なく言い返そうと決めていた。私が強く言うと夫と義母は驚いていた。とにかく海外転勤には必ず行くから。そう言って私は無理やり海外へと旅立った。夫と義母は何か言いたそうにしながら私を見送っていたが、気にせずに転勤をした。そしてアメリカについて私は海外での勤務を始めた。海外での生活はとても新鮮で、そして仕事でもいろいろな発見があった。勉強になることがとても多くてやりがいもある。私は海外に来て本当に良かったなと思った。だがアメリカに来て1ヶ月ほどが経った頃、いきなり夫から連絡が来た。もしもし、一体どうしたの？電話越しの夫の声は笑っている。何がおかしいというのだろうか。お前に話したいことがあってな。え、一体何？俺たち離婚したから。それでこの家も俺たちのものだ。え、今なんて言ったの？だからお前とは離婚してこの家ももらったから。は、もう日本に帰ってこなくていいよ。そう言って高笑いをあげる夫。私を出し抜いたつもりなのだろうか。こんな最低な男となぜ結婚してしまったのだろうか。だが夫は自分の犯した罪について気づいていないようだ。私は何も知らない夫が滑稽でおかしかったが、笑いをこらえながらこう言ってやった。そう、わかったわ。では、ごきげんよう。え？何？いや、驚かないのか。勝手に離婚したんだぞ。家まで俺たちがもらったんだぞ。何？脅しのつもりでそんなことしたの？いや違うぞ。俺はお前と離婚したくて離婚届を出してきたんだ。それで私の箇所は誰が書いたのよ？それは母さんが書いたよ。そう。私、忙しいから切るわね。おい。私は夫の反応を無視して電話を切ってやった。そしてすぐに私はとある人物に電話をした。あ、お兄ちゃん。ちょっと相談事があるんだけど。ああ、なるほど。わかった。協力するよ。これでもう完璧だ。そしてそれから少し経ってからまた夫から電話がかかってきた。おい。どういうことだ。内容証明ってやつが会社に届いたぞ。そりゃ当たり前でしょ。あなた離婚届を偽造したのよ。偽造したことや役所の人にそれを受理させたことは罪に問われるのよ。そんな。まあ慰謝料を請求させてもらって、それでチャラでいいかな。離婚は私も同意してるから、改めて正式に離婚しましょう。
あとは弁護士の私の兄とやり取りしてくれるかしら。代理人として兄に離婚の手続きも進めてもらうから。ああ、あと大事なこと忘れてた。その家、私名義の家でもう売ったから早く出て行ってよね。え、あなた忘れたの。結婚する前に私が持っているこの家に転がり込んできたことを。あ、呆れた。まあ義実家ももうないし、あなたたちはこのままだとホームレスね。ま、待ってくれよのぞみ。マサト、私に代わりなさい。義母の声が聞こえてきたので、私はすぐに電話を切ってやった。もう離婚するんだから、あんな最低な奴の声を聞く義理もない。そしてそれ以降はめんどくさいので夫の番号は着信拒否にしてやった。その後、兄から無事に離婚が成立したこと、そしてその前に勝手に離婚届を偽造して出したことに対しての慰謝料も請求できたと連絡が入った。さらに兄は今までのモラハラについても私が証拠の音声などを送っていたので、慰謝料を請求してくれたようだ。結果的に元夫と元義母は結構な額の借金を抱えたまま、私の家から追い出されることになった。ちなみに私の荷物については兄がレンタル倉庫を借りて入れてくれたので、日本に帰国したらいつでも取り出せるようになっている。風の噂では、元夫は今回の件で最低な男として職場から冷たい目で見られているそうだ。というのも元夫は職場で自分が愛妻家だと言っていたらしい。それがとんだモラハラ男だと知られたのだから、そりゃ冷たい目で見られて当然だ。だが慰謝料を支払わなければならないので、仕事は続けなくてはならず肩身の狭い思いをしているらしい。そして元義母は、今まで私が家にお金を入れていたことを知らずに、今まで通り好き勝手にお金を使ったため、元夫との生活は一気に苦しくなり、元夫からものすごく怒られて二人はすごく険悪なムードになっているんだとか。本当にいい気味だ。一方、私はこのまま海外の支社で働くことが決まった。アメリカでの生活は本当に楽しいので、このままここでずっと働くことができて嬉しい。しばらくはまた仕事に打ち込み、落ち着いたらまた恋愛もしようかなと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。